今日もね、実は増収したっていう話でして、今度はね、高額種です。じゃっちゃんじゃっちゃん、開きました。はい、こちら届いたのこちらです。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。バルス、うわー、目がいきなりナビするんじゃーと思われたと思うんですけど、すいません。あのですね、こちら今年また買いましたハンドライトでございまして、軍用のやつかな、 LED なんですね。すっごい明るいの。この手のやつ毎年買ってるんですけど、まあ、LED なんでね、昆虫のこう反応もね、まあLED 並みの反応でちょっと反応薄いですし、かなりね、使えるんですよ。ただめちゃくちゃ明るいっていうね。はいはいはい、この明るさ。これ2つで1000円ちょいぐらいやったかな。かなり安いやつ買いました。うん、これぐらい十分ですね。だってこう昼間、この昼の状態でこれですから、すごいですよね。室内でこれだけテルライトってなかなかないです。今年はですね、ちょっと趣向を変えまして、河川敷なんかも攻略してみたいなと思ってます。っていうのはですね、僕はいつも山とか行ってクヌギとかを主に探してるんですけど、まあ、クワガタの来る木はね、別にクヌギとかコナラだけじゃなくて、例えば、イチョウであるとか、柳であるとか、あと、まあ、なんだっけ、ハルニレとかそういう名前のやつとかもあるんですよ。まあ、その辺がね、実は河川敷に生えてるらしいんで、そこちょっと攻略してみたいなと思います。まあね、今年はいつもとこう違った感じの動画も撮りたいなと思ってるんでね、ぜひぜひ、応援してください。全く未知の世界なんでね、ちょっと僕もワクワクしております。はい、それでは今日の本題に入っていきましょう。今日もね、実は増収したっていう話でして、今度はね、高額種です。ちょっとこちらご覧ください。じゃーん。まあ私、高額種といえばウッディとか何でもやって何でも失敗してるんで、もうかなりね、なんていうんですかね、トラウマになりつつあるんですけど、まあ、こちらの高額種はですね、流通量が少ないだけでそんなに難しくないのかなという気がして、今回手を出しております。実は前から考えていたんですけど、これはね、あれなんですよ、ちょっとお願いしてましたところ、昆虫屋さんの方がうち羽化してきてますよっていうことでご連絡いただきまして、で購入させてもらった感じですね。はい、ということで、騙される心配も全くありませんし、安心して開けれるっていうところが本当いいなと思うんですけど、よし、じゃあまあね、小学士ちゃん、あれですよ、初見って言ったらいいかな、初見でございますので、ちょっとね、頑張ってレビューしてみたいと思います。では今日も頑張っていきましょう。さっきもこれしたような気がするな。はい、まあいうことでね、今回高額種ということでそれなりのお値段は、払っております。どこだあったあった、ここですね、ここここ縦がね、さっき来てるんですけど、まあ気にせず開けていきましょう。取れました。2回転しましたね。上のやつはね、取っときます。さあ、それでは開けていきましょう。高額種、何が届いてたんでしょうか。じゃっちゃんじゃっちゃん、開きました。いっちゃいますよ。それおっ、あー、これはね、おそらく請求書とかですね。はい、こちら置いといてね、今回値段が高いんでね、はい、ちゃんと支払いしますんで大丈夫ですよ。いきます。よっ。はい、これね、緩衝材。お、さすがね、なんかいつもと違う容器に入ってる感じ。おっと、とりあえずこちらが目的の、成虫でしょうね、これね。こちらが目的の成虫でございまして、これまだ後で見る感じですかね。そして、あれはなんだこれ。あ、なんかよくわかんないんだけど、なんかいっぱいついてるんだけどね。はい。あ、
こちらは、追加で、送っていただいたやつです。はい。これもまあセットでどうぞっていうことで送っていただいてますね。私、すっかり忘れたんですけど、これはですね、フォルスター西の、メスジャンでございますね。うち、まあ、もうすぐ、ね、オスがこう、わちゃわちゃとこう出てくる予定なんですけど、まあ、一頭だけいるんで、よかったらまあ、使ってくださいということで、送っていただいた子ですね。まあ、こちらを置いときましょう。はい、こちら届いております。黒いダイヤモンドと言っても過言じゃないでしょう。なかなかの高額しちゃうんですね。こちら顎見えてますので、この辺にいますね。オス。こちらがメスでしょう。さあ、黒いダイヤ。昔はオオクワガタ黒いダイヤって言ってたみたいなんですけどね。はい、これはまあオオクワガタじゃありませんので。さあ、まあただ黒いのは間違いないです。さあ、開けましょう。ね。さあ、まずはメスから。名前の方はね。とりあえず伏せさせていただいてね、開けていきたいと思います。はっ、たっ、よし、こんな感じ。はい、水合計がね、あります。水合計のこう下にね、いらっしゃるんじゃないか。いらっしゃいました。ここです。ちょっと出てきていただきましょう。お、いい感じで浮かしてんじゃないかな。はい、あー大丈夫そう、元気そうですね。よしよし、まだ休眠期間っぽいんでね、ちょっと観察してみましょうか。後ずさりしてらっしゃいます。はい、こちらですよ。わらせしょっか。あー、これすっごいなんかね、テカリ具合がウッディかって感じなんですけど、ウッディではございませんね。はい、ちょっとウッディを彷彿させる感じではありますけど、種的には全然違います。これはね、種的には全然違います。大きさ的にもウッディのメスって感じがしますけどね。はい、どうでしょう。こういう子です。わかりますでしょうか。わかるかっていう話なんですけどね。これでわかる人はもうほんとすごいなと思いますけどね。ヒントはね、実は動画の中にさっきまで出てました。はい、実はちょっと出てました。はい。ということで、さっきのやつ思い出してもらいながら観察していただければ、どうでしょう、こんな子でございます。おー、初見なんですけどね、ほんと。なんか、他の人と見分けがね、つかないですね。これで塩当てろ言われても、ちょっと困りますね。はい。なかなかのテカリ具合がいい感じじゃないでしょうかね。高額種っぽい、こう、なんか、ね、テカテカ具合してると思います。さあ、じゃあ、オスの方行ってみましょうか。さあ、オスの方開封しますよ。カチャ、カチャ。開きました。蓋取ります。よし。取れます。よし。こちら黒いの見えてます。ここ。ここです。お、これがそうなのね。これがそうなのね。初見です。よっ。あ、危ない。元気だな。元気ですね。危ないですね。割と寿命長いんでね。はい、こちらの子が届いてます。うわ、黒。ちょっと、やばいですね。うん。さっきのお立ち台の上でちょっと観察しましょう。皆様いいでしょうか。いきますよ。こちらでございます。お、ちょっと場所がずれてるね。あー、ちょっと動かないで。はい、こちら、届いたのこちらです。すげーな。光学種っぽくなんかこうね、黒光りがやばい。なんかココア型なんですけど、なんかこう、ココア型界のベンツと言っても、ベンツ、まあまあ過言じゃないかな。はい、まあもっと光学なココア型おるんですけど、こちらです。わかりますでしょうか？これが人気なのね。はい。何が人気ってなかなか難しいですけど、流通量が少ないのが人気なのかな？はい。なかなかね、流通量少なくてですね、手に入らないんですよ。すげえかっこいいかってやったらそうではない。ごめんなさい。まあ、なんですけど、まあ、流通量すごく少なくて、なかなか手に入らない一品でございます。はい。かっこいいですね。
もうちょっと大きくなるのかな。はい、どことなくちょっとアローココアを彷彿させる小顎なんですけど、でもちょっとこうね、とっかかりがあって、大クワガタもちょっと連想しますけど、こういうやつ。これわかりますでしょうか？わかりますかね？わかった人もわかったんですかね？僕はこれ見せられて答えられないです。初見ですし。これはね、ドンキエルハンプイってやつですよ。ドンキエルハンプイ。わかりますかね？ハンプイっていうのは面白いですけど、これはね、別にハロウィンでも何でもなくてですね、なんでハロウィン出てきたんだろう。まあ、ハンプイっていうのがちょっとハロウィンっぽいなという感じがして。これはね、いわゆる黒ドンキってやつですね。赤ドンキっていうのがドンキエルコクワガタっていうやつで、まあ今、うちにおるんですけど、赤いやつなんで。で、こちらはね、ドンキエルなんですけど、これハンプイって言いまして、黒ドンキって言われてるやつですね。はい。黒光り、テカリやばいですね。これがそうなのね。うん。なるほど。はい。さあ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 、ということで久しぶりに高学習に手を出してしまったという感じでございますけど、どうでしょう？かっこいいんじゃないでしょうか？ね。かっこいいですね。やった！お疲れ様です。まあ、ということで、今回、高学習、ドンキエル、ハンプイ、黒ドンキ、増収いたしました。やったぜいやー、なんか、拍手しづらい。まあ、ということで、まあ、ちょっと失敗ができない挑戦になるかなと思うんですけど、ここのところね、ほぼほぼ成功してて、もう絶好調すぎるぐらいなんで、まあ、私ならいけるでしょうと信じて、やってみたいなと思います。はい。まあ、ね、ちょっと気持ちもね、軽いですね。やっぱりね、こう、っていうほどのね、衝撃はね、失敗しても来ないんで、まあ、この辺からね、手つけるのもいいかなと思います。じゃあ今日はこれでお別れですね。またよかったらコメントで感想なんかをお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ハッピー。